はい、皆さんおはこんばんちはシアです。さあ、星のドラゴンクエスト、現在の、イベントは、メビウスファイナルファンタジーの、コラボイベント、ということでね、はい、福引きにね FF 装備登場。前回の、メビウスのコラボの時はやってなかったんで、今回が初めてのイベントね。なので、まあ、今回追加されたこの知らぬいと忍者装備、そしてそれとは別にドラグーンスピアと竜騎士装備だね。でそれ以外の星4装備たちもこれ全部メビウス星ドラの、コラボ装備なのでね、今回の提供割合を見るとこのコラボ装備しか出ないと、というわけで、全く持ってないので、まあまあ何回かは回したいと。で今回は緊急襲来としてギルガメッシュとオメガ、そしてバハムートが来るっていうことなんで、まあそれぞれ1回ずつの合計30連分回そうかなと。まあ嬉しいことに、この確定枠ではこのコラボ装備が確定で1個出るっていうのがね、ちょっと嬉しいね。まあまあ何にも持ってないんで、少なくても1つは当たりになると、そういうことを期待しながら、じゃあまずはちょっとギルガメッシュから、いこうかと思います。ちなみに現在は、ギルガメッシュとオメガが、来ています。装備はぶっちゃけ今オメガ用の装備なんだけど、ギルガメッシュもだいたい似たような感じで大丈夫だなと。基本的に、バギ耐性と休み耐性、あとね CT 減少耐性が欲しいんでルビス盾があるとベスト、そして、休み耐性はマルチならば、スラマンセット、オフで行くならば、まあ何セット何ギガ何がいいかなと。でもしくは、バギ耐性上げてダメージ自体を減らすのがいいかなって感じ。はい、2人目ね、1人メリメリね、休み耐性モリモリ、絶対休みにならないやつ1人と。で、ここはバギ耐性だね。でね、とりあえずギルガメッシュに行こうと思ってるんで、土偶戦士、いわゆる天空の波動だね、まあ、凍てつく波動系で相手のスキルを飛ばせると有利ということなんで、土偶戦士の呼び笛を持っていきます。さあ、それじゃあ行きましょうか。まずはギルガメッシュ、一番難しい、伝説級で、今回ね前回と違って追加要素で紋章が追加されてる、まあ、混乱耐性プラスジバリア転倒ぐらいはできればもっと着たいんだけど、力と身の守りしかまだ出てないんだよなっていう。まあということで、まずはギルガメッシュ伝説級。まあ正直別に飛び抜けて、対策してなくても勝てるんだけど、バギ耐性一つぐらいは積んどいてほしいなと助っ人さんは。ということでちょっととね、バギ耐性チェック、誰かバギ耐性ちゃんと積んでくれてる人いないかな。一応ギルガメッシュが怖いのは最終ゲージの斬鉄剣ぐらいなんでね、その時に、休みにならずにベホマラーで即回復すればノーデスも楽勝にできるんで、まあそういう意味で回復役の、賢者に、休み耐性モリモリっていう感じ。当然、ルビス盾でCT 減少耐性もしてるんで、まあラスゲ賢者ガードさせて、またぎと同時にベホマラで安定するはず。おっと、お、なかなか休み耐性、そして羽衣にバギ耐性、いい感じだね。じゃ、ちょっとね、今回はね、ケイン小杉くんのドン小西に、助っ人お願いしようかな。まあ一応念のため復活、あと薬草、混乱がね、ギルガメッシュは最終ゲージもたつくとしてくるんで、念のために天使の鈴を持っていきましょう。そしてお食事は、一応マルチでするならスラマンセットの休み 90% がおすすめ、ソロでするならやっぱ休み体制が取れる難儀がカレーでいきましょうかと。ちなみに今回意外にね、紋章もマシマシにしてるんで、バギ体制 15% と休み体制 15% ぐらいはついてるよ。まあ多分そこまでしなくてもね、割と楽勝にいけるんじゃないかなっていう感じでいきます。よろしくお願いします。
まあ、バランヘア持ってるね強い人が4人揃うと一瞬で倒せるんだけど、ギルガメッシュ、こいつはねゲージまたぐとね、あの貯めてるスキルがキャンセルされるんで、できればねまたぎたいとこなんだけど、ちょっと火力足りないんだよね。多分ね全員分ぶちかましても超えないよねと、まあ無理だよね。でこれが CT 減少があるのが辛い。俺も1キャラ分足りないんだよルビス。さあ2ターン目エクスカリバーはいいんだけど、エクスカリバーを食らうとね、これでとりあえず1回またいじゃおうかな。回さげるだろう。でチェンジすることでイルガメッシュが守備力的にね超上がるんで、ここで天空の波動で吹き飛ばすと楽ちんと。ただね次のゲージまたいだ時も同じになるんで、俺はねこう1個しかないんならあえてここでは使わない。攻撃力上げて一気に攻撃。今回は助っ人の人もね、でこの X 切りのダメージが結構でかい。ここで一回ベホマラーを、でピオリム、でギガストと、もうねアップ終わっちゃってるね。さあでここで荒波でアークブレーでベホイミ、これはもうゲージまたいじゃいたいな。でラスゲはねこれ上がらないんで、もうここでぶっ飛ばしちゃえば OK で、ベホマラー溜まるのを見てラスゲ突入と。もうちょっとかかるんでね、一回防御しとこうかな。で今ちょっとミスったんだけど、ね、戦いのスタンプで更新できなかった。ストンプストンプ、もう一回リセットでいいや。おラッキー2回上がった。でナイス回避で、ピオリムかけ直してでくすぎりと。おかげで今ねちょっとあんまりよろしくない状態になってしまった。でみんな防御させてまたぐ。まあソロでやるならこの斬鉄剣受けて防御してないやつに特約層をしてあげようと。でこうしたら X 切り来ても死なない。そしてベホマラ、はいこれでドアンテー。でこの後のエクスカリバー食らっちゃうとちょっとしんどいんで一気に倒し切りたい。まあこれで終わりかな。まあここまで準備しなくても適当にやっても勝てると思うけどね。はい、というわけでギルガメッシュさんどうです？ OK です。まあベホマラーがないんであればちゃんと防御してね、防御してない人にベホイミあたりをして、まあ、もう一個自分の特約層あたりで攻撃された人を回復させましょうと。来い。あー金チケか。さあ、ということでね、ギルガメッシュ見事、ね、ノーデスクリアということなので、さあそれじゃあ1回目まずいきましょうか。さあ10連いきます。宝箱福引きを引く。まあ確定とは別にね、2、3個ぐらいは欲しいな。合計30連引くんだからということで、まず1つ目、1、あ1、まあこれ、あコメットだ、これ欲しかったんだ、トゥルースケール。2つ目、
まあ何着てもとりあえずはニューでね、まあコスプレ装備としては一通りは欲しいんで、でもね、そろそろ2回跳ねていいんだよ。あ、コメット2つ目、2つ目はいらないな。かぶるね。コスプレ装備としてもっとばらけてほしいんだけど、1個は確定だけど、それ以外にもう1つぐらい、よし、来い。これはよしよしよし、忍旅の下だ。これね、三河市装備プラスバギ耐性っていうね、ドレアムさんに持ってきゃいいんじゃねと言われる防具だね。まあ一応これで、俺はハグメタローブが2個あるんで、三河市装備ある意味3人分揃ったかな。まあ正直欲しいのって、かぶりすぎじゃね、あれ欲しいんだよね。竜騎士頭、休み耐性頭で取りたい。おっ、これは黒魔導士の服。さあ、そろそろかな。来い。これは、あ、忍者頭巾だ。多分確定じゃねえかな。あ、まだある。ラッキー。じゃあダブルだろ。 OK、 2個来た。そしてドラグーンランス、これも欲しかった。あ、ドラグーンスピアか。このジャンプはね、やっぱ槍を使いたかったらほぼ必須と言えるやつだったんでね。あれ、まだ、おい、来てるね。おっと、かぶった。持ってる。でもね、竜騎士頭欲しいな。奇跡の大当たり。すごい、 0.5% が3つも来たぜ。はい、忍びムーブ三河市17、メタスラムーブが18、ハグメタムーブが20だったね、確か。そしてバギ軽減中もあるんで、耐性装備としてもそれなりに優秀。そして頭、これはちょっとね、麻痺ガードと毒ガード中だから正直使い道ゼロかな。まあ見た目装備として使わせてもらおう。そして今回錬金も来たドラグーンスピア。まあジャンプ自体が結構強くて、錬金後のスキルもまあ使えないことはないんだけど、そもそも槍がそんな強くないっていうね。まあいつか来る、ね、黄金竜かルビスの槍に期待して、まあこのスキル抜き出し用に来ててよかったが2個なんだよね。はい、ということでね、今回はまあそういう意味では大当たりだね。一応ね、確率見るとね、 0.875、 まあそういう意味では倍ある。でもまあね、星5率としては 7% しかないんだからね。10連で1個プラス出たら美味しいぐらいだったのが3つも出たからね、まさしく奇跡ね。ただね、これどれ着てもそれなりなんだよね、この星5たち。問題のところは、そしてこっちのね、コスプレ装備もちょっと被りすぎだろっていうね。まあまあまあ、あと20連引くんでね。はい、ということで今回のギルガメッシュ編はこれで終了です。それではね、次のオメガ編でお会いしましょう。